ゼルダファンの皆さん、こんにちは。ゼルダのプロデューサーの青沼です。今日は、WiiU の新作ゼルダの開発状況についてアップデートさせていただきます。昨年12月のゲームアワードショーで本作を2015年に発売すると宣言して以来、ゼルダチームのディレクターをはじめ、数多くの開発スタッフは、このゲームを最高のものにしようと力を尽くして開発を進めてきました。そして、この3ヶ月という期間の中で スタッフたちは従来のゼルダゲームにはなかった自由にその世界を探索できる楽しさを実感しながらそこに新たな可能性をいくつも発見してきましたそうした可能性を実際のゲームに反映する過程ではさらに新たなアイデアがどんどん広がってそれは私の予想を上回るポテンシャルを感じさせるものとなっています私は今のこうした開発の状況を見て 決まった日程を目標にして、そのスケジュールの範囲で作れるものを完成させるよりも、こうしたアイデアをすべて継ぎ込んで、我々の考えるベストなものを仕上げることに注力すべきではないかと、強く思うに至りました。ですので、年末の発売を楽しみにしてくださっていた皆さんには、大変申し訳ないのですが、WiiU の新作ゼルダは、2015年内の発売を第一の優先事項とはせず、 最も完成度の高い究極のゼルダゲームにすることを第一優先にさせていただきたいと思います。この追加された時間を使って w i u の新作ゼルダを皆様に待っていただくだけの価値のあるものにしていきたいと思いますので今後もファンの皆様の変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。宣言して以来ゼルダチームのディレクターをはじめ数多くの開発スタッフは このゲームを最高のものにしようと、力を尽くして開発を進めてきました。そして、この3ヶ月という期間の中で、スタッフたちは従来のゼルダゲームにはなかった、自由にその世界を探索できる楽しさを実感しながら、そこに新たな可能性をいくつも発見してきました。そうした可能性を実際のゲームに反映する過程では、さらに新たなアイデアがどんどん広がって、 それは私のの予想をを上回るるポテンシャルを感じさせるものとなっています私は今のこうした開発の状況を見て決まった日程を目標にしてそのスケジュールの範囲で作れるものを完成させるよりもこうしたアイデアをすべてつぎ込んで我々の考えるベストなものを仕上げることに注力すべきではないかと強く思うに至りましたですので年末の発売を楽しみにしてくださっていた皆さんには大変申し訳ないのですが ウ i i ーの新作ゼルダは、2015年内の発売を第一の優先事項とはせず、最も完成度の高い究極のゼルダゲームにすることを第一優先にさせていただきたいと思います。ゼルダファンの皆さん、こんにちは。ゼルダのプロデューサーの青沼です。今日は、ウ i i ーの新作ゼルダの開発状況についてアップデートさせていただきます。 昨年12月のゲームアワードショーで本作を2015年に発売すると